モードバーガー・ウォラックはアメリカ・ニューヨーク出身の女子テニス選手。人生の遅い年齢からテニスを始め、1908年の全米選手権女子シングルスに38歳で優勝した選手である。彼女はリチャード・ウォラックと結婚し、選手生活を始めた時はすでに2つの性を併用していた。モードバーガー・ウォラックは私は30歳からテニスを始めたと語ったが、 そのような遅い年齢で始めたにもかかわらず、36歳だった1906年に、初めて全米選手権のチャレンジラウンド決勝に勝ち進んだ。初期の全米選手権は、チャレンジラウンドから、オールカマーズファイナルへの流れで優勝者を決定した。バーガー・ウォラックは、チャレンジラウンド決勝で、ヘレン・ホーマンズに敗れたが、大会前年度優勝者のエリザベス・ムーアが1905年を、 最後に現役を引退したため、1906年度のオールカマーズファイナルは実施されなかった。この場合は、チャレンジラウンドの優勝者と準優勝者を優勝記録表に掲載するため、1906年の全米選手権女子シングルスは、ホーマンズが優勝、バーガー・ウォラックが準優勝者になる。2年後の1908年、モード・バーガー・ウォラックは2年ぶり2度目の、 チャレンジラウンド決勝でマリー・ワーグナーを破り、初めてオールカマーズファイナルへの出場資格を獲得する。オールカマーズファイナルでも大会前年度優勝者、イブリン・シアーズを6から3、1から6、6から3で破り、バーガー・ウォラックは38歳で全米選手権女子シングルス初優勝を飾った。これは当時の全米女子最年長優勝記録であったが、 18年後の1926年に、モーラ・マロリーが42歳で、彼女の最年長優勝記録を更新した。翌1909年のオールカマーズファイナルにおいて、前年優勝者のバーガー・ウォラックは、ヘーゼル・ホッチキスに0から6、1から6で完敗し、タイトルを明け渡してしまう。その後は1912年に、女子ダブルス準優勝があり、 1916年に46歳で女子シングルスのベスト8に入った。1931年の全仏選手権に61歳で出場した記録も残っている。恒例のチャンピオンとしてテニスの歴史に名前を残したモードバーガー・ウォーラックは1954年4月2日にボルチモアで亡くなりロードアイランド州ニューポートに埋葬された。この地に 国際テニス殿堂が設立され、バーガー・ウォラックは没後4年目の1958年に殿堂入りを果たしている。ありがとうございます。